占い師の幻想です。ということでね、今日もね、お届けしたいと思います。今日はね、目の前に、まあ、またこれも素敵な子、アメジストドームですよね。まあ、いつもこの動画でもね、今まで散々ご紹介してきてますけども、今日もブラジルで採掘されたアメジストドーム。前々回ぐらいかな、このカルサイトがね、見事なこう、ピンクのね、桜カラーになるカルサイトがここに立派についてる、富士山アメジストなんていうのね、ご紹介したんですけども、またね、上の方に、出てますから、またこちらからね、見ていただくなり、概要欄から見ていただければと思いますけども、あのアメジスト、富士山アメジスト、まあ富士山のように見えるアメジストっていうことですけども、あれと同じタイミングでね、お店の方に来た子、今日はこれをね、ご紹介したいと思います。まあ37キロということですから、まあまあこれも重たいです。ね。で、まあ37キロとか40キロとか、まあこれまでにこの動画の中ですごく大きなアメジストドームね、1メーターを超えるアメジストとかね、100キロを超えるアメジストとかいろいろご紹介してきてますから、あれと比べればね、そこまで重たくないんだけどね、やっぱり30キロ超えてくると、まあそれも今回37キロでしょ。まあまあ重たい、やっぱりね、年々ね、モテるんですけどね、なかなかね、重たいね。だからそうそうこうね、動かすのはなかなか難しいんだけども、まあ今日もこの素敵なね、アメジストドームをご紹介したいと思います。そして今日はですね、まあゴールデンウィークの真っただ中後半戦ということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうかということなんですけども、まあ占いね、普段まあ僕やってまして、で今日はね、近所の方なんですけども、今日からね、デビューということで、ね、今日からなんですよ。で今日ね、家の前に別に笑って言うことじゃないんですけども、今日から家の前に看板を出してね、まあご自宅でやられるんですけども、看板を出して、今日からスタートということだったもんですからね、まあご自宅の方に行きまして、ね、今ちょっと出しときます。ね、無許可で出してますけど、まあまあ楽しそうなんで、もう顔出しときましょうよね。こんな感じでデビューするということですよね。で、まあ別に関係ないんですけども、まあ、僕のね、母親と同じぐらいの年の方なんですよね。まあ、これすごいですよね。うん。で、何がすごいのかっていうと、やっぱりね、まあ、挑戦するっていうんですかね。うん、まあ、心意気っていうのがね、やっぱすごいよね。まあ、当然そうなんですけども、年齢がね、こう上がってくる、特にもうね、それこそ70超えてくる、80超えてくるなんていうともう、老いとのこう戦いにもなってくるわけですよね。あともうどれぐらい持つんだ、体は大丈夫なのか、頭は大丈夫なのかっていうね、まあ病院に行きながらとかしながらね、まあなかなかそこと戦っていくわけですよね。老いとまあ、頭の機能との戦いになってくる中で、何かに挑戦しようっていう。で別に、まあ、儲かれば儲かったら別にいいんだけども、そういう別にお金とかそういうことではなくて、自分の今までね、やり続けてきた結果、集大成として一つのね、節目になるのが、まあ今日の方でしたら占いをね、もう、まあうちに来る前も他でも長いことを勉強されてたんで、もうほんと長いこと、まあ何十年とお勉強されてきた方なんですけども、その中でようやく節目を迎えて一つの形となって今日から皆さんにこう、お披露目じゃないですけど、デビューの日を迎えれたっていうね、まあ、素敵なことだと思いますよね。年齢関係なくね、何かをやってきたことが一つの形を迎える、節目を迎えるっていうのは素敵なことだと思いますよね。で、まあ、当然というか、まあ、やったことによってね、まあ、いい結果になれば当然もちろんいいし、それを望むんだけども、仮にですよ、別に想像しなくてもいいんだけども、仮になんか自分と思うような結果にならなかったとしても、自分自身で納得がいくじゃないですか。ここまでやったんだよね、私は僕はっていうことで、一つの節目を迎えれたっていうのはね、これはね、やっぱすごく大切なことだし、すごく喜ばしいことだし、いいことですよね。やっぱいつまでね、立ってもというか、いつになってもというか、何かにこう、挑戦する、そして何かを追いかける、別に挑戦したり追いかけるものがないからダメとかっていうことを言ってるわけじゃないんだけども、何かやっぱりね、まあ本当ね、僕なんかの年になると、周りでね、いろんな方がやっぱり、それこそ亡くなってっちゃったりとか、なかなか体が自由に動かなくなってきたりとかっていう方が多くなってくる。で、そういう方を見てると、やっぱりね、まあね、いきなりまあ今日はアメジストの紹介ですから、こんな話しなくてもいいんですけども、
なかなかやっぱりね、短い、本当ね、あの元気な期間って短いと思うんですよ。まあね、最近それこそもう100歳、時代と言われてますからね、寿命が100年とかね、100歳まで生きる方っていうのはもう全国ですごい数の方が日本はいるんだけども、ただじゃあその中で元気でバリバリ、まあバリバリじゃなくてもいいんだけども、何かに挑戦し続けれる期間っていうのはどれぐらいあるのかななんていうのを考えてると、思ってるほどやっぱり長くないというか短いなっていうふうに思ったりするんでね、その中で何かにこう挑戦するというか何かを追い求めるというかね、なんかそういう気持ちってすごく大切だし、やっぱり大事だし、張りがあるし、うん、色気も出るし、やっぱ大事だと思うんですよね。そういう意味でね、今日ね、そういう瞬間に立ち会わせていただけたっていうのはね、やっぱりね、僕も嬉しいし、励みになりますよね。ああ、やっぱりもうちょっと、もうちょっと頑張っていこうかなっていうね、ふうにはやっぱ思いますよね。ということでね、今日は朝からね、そういう嬉しいことがあったので、ちょっとこの動画の中でもね、ご報告のをさせていただきました。で、今日はアメジストドームということでね、ご紹介するんですけども、まあ昨日ね、その、先日少しね、僕がフェナカイト3連付け、まあ今日はね、暑いのに長袖を着てますからね。見えないんですけど、フェナカイト3連付けをして、で、その時にもね、前回の動画でも少しね、触れたんですけども、まあ素敵なフェナカイトが7つ大きいのがドン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 と続いて、その上にスギライトがね、極上のスギライトがあるネックレスを作らせていただいてたんですよね、なんていうお話はしてたと思うんですけども、それを昨日ようやくお渡しができましたので、どんな作品になったのかっていうのはね、こんな感じですね。まあ素敵です。ちょっと写真がね、光が飛んじゃってますから魅力がね半減してますけども、実際にはまあ素敵でね、つけてる映像も出したかったんですけど、まあまあまあ、それはね、ちょっと置いといて、作品だけを見ていただいてますけど、まあ素敵。ね、こんな感じでフェナカイト素敵ですからね、フェナカイト見たいなという方はね、ぜひお店の方に来ていただければと思います。そして今日はようやくお待たせしました、このアメジストドームということでね、今日はこれをご紹介したいと思います。まあで、この後ね、早速、すぐにね、見ていただいて、で、その後に最後ね、また少しだけ登場してみたいと思います。それでは詳細なところをお届けしたいと思います。まずこれが真正面ですね。こんな風に見えてる子、この下の部分がね、特徴的な子ですよね。ブラジルでね、採掘されたアメジストドームを今回はご紹介しております。まあ、それではね、寄っていきたいですよね。まあ、置いた時のね、安定感は抜群ですよね。多めにセメントを張ってるという形ですよね、この子はね。ここがね、可愛らしいんですよね。この辺とかね、もうちょっと寄っていきましょうか。こんなとこね、まあ、これをね、可愛いと思うのかどうなのかっていうのは、まあ、人それぞれなんですけども、なんかこういうのが好きですよね。こんな風にね、見えてたりとか、そしてこの縁の部分ね、ここがまた魅力的ですよね。こんな風に下の部分はね、なってたりするんですよね。そしてサイドの部分ね、こんな風にずっと上がっていくね。ちょっと光がね、飛んじゃいますよね、どうしてもね。光を抜けると、ちょっとこの辺でね、光を当てときましょうかね。そしてこれが上の部分ですよね。こんな風になってる子ですよね。この子はね、下のね、ここの部分ね、ここがね、ボコッとなってるんですね。ここがね、ボコッとなって、そして奥にね、少し入ってるという形で、ここがね、可愛らしく見えるところではありますよね。こんな風に見えてる子ね、少し離れた方がね、分かりやすいんですよね。こんな風に見えてる子、まあ、決して結晶がね、すごく大きくて一つ一つね、迫力があるのかというと、そういうわけではないんですけども、可愛らしい子ですね。この辺とかがね、色が濃いんですよね。サイドの部分がね、ずーっとなってて、ね、そして内包物もね、結構あったりするんですよね。サイズね、それでは行ってみたいと思いますよね。まず横から行きましょうかね。横の部分ですよね。今回の子は横が、こ
これぐらいですから36センチとか7センチとかですかね。横が37ぐらい、そして奥行きですよね。奥行きがどれぐらいなのかというと、これぐらいですから22、23センチですよね。奥行きが22、23センチ、そして高さがどれぐらいかというと、この下からねずっと上がって40センチちょっとですよね。高さが40センチちょっと。だから大きくはないですよね。決して大きい子ではないんで、起きやすいサイズではありますよね。こんな感じで見えてる子ですよね。内包物もあってね、可愛らしい子ですね。こんな風に見えてます。ちょっと光をね当ててみたいですよね。見える子ですね。まあ、前回のね富士山のようにもね見えるアメジストドーム、カルサイトが立派に入ってる子ご紹介しましたけども、同じ時期にね入ってきた子になりますよね。こんな風になってます。まあ、可愛らしいですよね。少し結晶がねベチャーっとはしてますけどね、存在感もあって迫力もある子ですよね。そして内包物もね可愛らしく入ってるというアメジストドームをご紹介しております。少し光がね飛んでしまってますけども、離れると分かっていただけるんじゃないかな。こんな風に魅力的な子ですね。これがね家にあるところを少しね想像していただけるといいんじゃないのかなと思いますね。まあ、かっこいいですよね。これがリビングにあったりね、寝室にあったり、まあ、応接室にあったりね、いろんなところね想像しながら見ていただけるとね、イメージが膨らむんじゃないのかなと思いますよね。部屋の明かりを消してね、直接今ねライトを当てて撮影してるんですけども、この辺がね魅力的ですよね。過酷セナイトがね入っててボコッとしてますよね、この辺がね。こんな風に見えてる子ですよね。この辺なんかも可愛らしいですよね。結構内包物あったりしますよね。これが上の部分ですよね。この辺なんかも結構ね内包物があって綺麗ですよね。まあ石っていうのは本当ね、たまにねいつもお話しするんですけども、こういう風にライトをね当てて楽しんでねもらったりするとまた別のね見え方をしますからね、面白いですよね。こんな風になってます。中もいいですよね。こんな風になってるの。今回はブラジルで採掘されたアメジストドーム、前回のね富士山のように見えるタイプのことね、同じ時期にね入ってきたアメジストドームをご紹介させていただいております。こんな風に見える子です。少し離れてみるとねまた魅力が、こんな感じに見えてる子ですよね。まあ存在感があってね、迫力があるアメジストドームを今回ご紹介させていただきました。それではまたね、後半少しだけ登場してみたいと思います。ということでね、いかがだったでしょうか。アメジストドーム、結構いいですよね。見事だったでしょ。で、特にね、ここ、ね、ここのボコッとしてるところがね、可愛らしいのと、あとこのね、下のこの縁の部分がね、また置いててね、なんか、おしゃれじゃないですか。ね、迫力がありますよね。存在感がありますよね。まあ、とにかく、まあ40キロ弱ですからね。なかなか置いてしまうと、それこそ難しい。ね。やっぱ重たいからね、いつも言いますけども、やっぱ重たいからこれだけのものになると、一回ドンと置いてしまうと、なかなかこう向きをね、変えるのも難しかったりするんですけども。ただね、
こうちょっとやっぱり向き変えたい時ってあるじゃないですか。ちょっとこの角度にしたいんだよねとか、なんか出てくると思うんですよ。出てきてほしいんですよね、やっぱね、石ってね。で、まあ石っていうのは本当にその、まあ飾ってね、使ったりする場合も多いじゃないですか、インテリアとしてっていうこともあるし、で、まあブレストとかネックレスとかだったら別なんだけども、特にやっぱりこう、時たまね、場所を変えていただいたりであるとか、向きを変えていただいたりであるとか、なんかこう、水浴びさせてあげたりであるとか、やっぱ構ってあげてほしいんですよね、石っていうのはね。まあ、友達みたいなもんですからね、いろんなことをこう、相談したりであるとか、励ましてくれたりであるとかね、やっぱ石ってそういう効果っていうのが、すごく期待できるもんだと思うんですよ。ね、なんか自分がこう、ちょっとこう、元気がない時、弱ってる時っていう時にね、なんか石にこうね、まあ愚痴を言うじゃないですけども、なんかこうね、相談事をこう、なんか打ち明けるじゃないですけども、ね、まあ誰かそばにいるとちょっとね、まあどうなのかなって思われちゃうかもわかんないんですけども、一人の時でいいじゃないですか。いや、こう今日ね、こんなことがあってね、とかっていうね。まあこういう大きなものだったら、こう結晶の部分をガンガンね、触っちゃうとあれなんですけど、まあでも優しく手を入れていただいたりとかね、顔を入れるのは難しいですから、手を入れていただいたりであるとか、ね、こう、ね、触っていただいたりであるとか、ね。まあ後ろにこうなることはないんで、まあ当然こう前になってますからね、こう。こうね、触っていただいたりとかしながらね、まあいろんなことをこう相談したり打ち明けたりね、でちょっと弱ってる時とか元気がない時っていうのはやっぱり石っていうのはね、励ましてくれたりであるとか、何かね、力強いメッセージをくれたりであるとか、ですごく調子がいい時っていうのはね、なんかさらにこう鼓舞するようなね、元気を与えてくれたりであるとか、腹の底からこう湧き上がるね、エネルギーをくれたりであるとか、石っていうのはそういう効果がすごく期待できますから、やっぱり触れていただきたいね。でその時にやっぱりこう向き変えたい時とかっていう時に、これだけ重いものっていうのは難しいんで、そのパソコンのモニター置くようなこう回転台みたいなのってあるじゃないですか。モニターの向きを変えるようみたいなものって、まあホームセンターで売ってるのかな、ちょっとよくわかんないんだけども、なんかそんな上なんかに置いてもらってるといいかもわかんないですね。でちょっとこう向き変えたりだとかね、まあそれだったら今日引いとけよっていう話なんですけども、ちょっと今日は用意してないんですけども、なんか重さに耐えれるものをね、上に置いていただいて、今日はこの向きにしようかなとかね、ご飯食べてる時はこっちの向きにしようかななんていう風にね、石なんていうのは楽しんでいただけるとね、自分自身も嬉しいしね、石も喜んでくれて、さらにね、いいエネルギーを出してくれて、相乗効果でね、家の中の気が整って、で、まあそんなにね、長く今日は動画で話すつもりはないんですけども、昨日もね、お客さんが来られてて、午前中にね、来られてて、で、まあ、ブレスをね、リメイクしたいんだけど、っていうね、方が来られてたんですけども。まあ、そのブレスのね、リメイク。で、リメイクをする目的というのが、やっぱりなんかこう、なんて言ったらいいんだろうね、メンタルっていうんですかね。で、やられちゃって、なかなか、思うようにね、ならないんですよね、みたいなの、お話をされてたんですよね。で、ブレスのリメイクっていうのはもちろんいいんですよ。もちろんいいんだけども、やっぱり、その、家の中の空間ね、そこを先にちょっと考えていただきたいんですよね。そのアクセサリーとしてね、石をつける。そして、力強くね、前に進むための、なんか石を持つとか、浄化とかね、厄除けとか、いろんな石とかっていうのが、やっぱり石っていうのは石言葉がいろいろありますから、いろんな効果を期待して皆さんね、パワーストーンつけるんだけども、まあ、もちろんいいんだけども、やっぱりね、家の中のエネルギーが整ってこその私たちなんですよ。ね、なぜなのかっていうと、家の中でやっぱり過ごす時間っていうのが長いし、家の中で英気を養うわけですよ。寝てる時に、まあ、言ってしまうとこう宇宙と交信するじゃないですけども、エネルギーをこう整える、ね、寝てる時に家の中で寝てる時にエネルギーを整えて、そして自分自身のバランス、心身のバランスが整っていくわけですよね。そしてさあっていうことでね、こう行動に移していくわけですから、やっぱりまずね、家の中の空間のエネルギーを整えるっていうことがね、やっぱり最優先じゃないのかなと思うんですよ。まあ何の話をしたかったのかちょっとね、飛んじゃいましたけどもね。だから
やっぱりね、こういうね、ちょっと大きめの石なんかを置いた時っていうのも、こうあっちこっちにね、場所を変えていただくとか向きを変えていただくなんかしながら、家の中の空間を整えていただければいいんじゃないかなと思うんですよね。なんか本当ね、ちょっとわからないことになってきてますけどね。でその時にまあ今回ね、こういう風な最適なアメジストドームですよね。前回お届けした富士山のようにも見えるアメジストドームもそうですし、今までお届けしてるアメジストドームもそうですしね、いろんなアメジストがありますね。アメジストっていうのはやっぱりこの見ててね、この色合いでしょうね、落ち着きますよね、やっぱりね。うん、この紫の色っていうのはやっぱり最高ですよね。うん、万能の石と言われるね、ゆえんがね、ここに本当にあるんじゃないのかなと思いますから、今日はねこの子をご紹介させていただきました。でまたちょっと話が飛びますけども、冒頭でもお話ししてね、続けることの大切さというか、挑戦することの素敵さ、追い求めることの、うん、まあ大事さというかね、なんかそんなことちょこっとね冒頭でもお話ししてたんですけども、先日もね、お客様が、初めてのお客様が来られて、ルチルコーツのね、ブレスレット、まあいいやつですよ、極上タイプのやつをね、購入された方がいらっしゃったんですけども、まあその方がね、帰り際に、まあうちの店は4階ですから、そしてエレベーターがないですから、その方が言ったのは、もう4階はしんどいねっていうふうにポロッと言われたんですよね。で、僕がその時にね、いや何を言ってるんですかと、まだまだお若いじゃないですか、なんていう話をしてたんですけども。で、なんとその方がね、ご自身のご年齢が77歳ということでね、もうひっくり返りそうになったんですよね。まあ、もう全然見えないわけですよ。まあどう見ても、まあ僕よりはね、年上っていうのは分かったんですけども、まあ50代後半、まあ言ってて60代かな、60前半ぐらいかな、なんて思ったんですけども、77歳、あと3年経つと80だぞっていうことなんですけど、まあほんとね、ひっくり返りそうになったんですよね。でまあ当然ね、まあその若さの秘訣というか、何をしてんですかっていうことで、でどうしてそんなにお元気なんですかみたいな話になった時に、まあね、教えていただいたのが、そのやっぱりね、この挑戦するっていうことらしいんですよ、追い求めるっていうことらしいんですよね、その若さの秘訣っていうのがね。でその方はね、まあいろんなことをされてて、ご商売もまだね、まあバリバリっていう感じじゃないんだけども、まあまあね、セミリタイアみたいな形をしながら、まだまだね、お仕事も頑張られてるっていう方だったんですよね。でその方も言われてるのが、今も言いましたけども、やっぱり何かね、こう張り合いになるものというかね、追いかけるものというか、まだまだこうしたいというね、その欲望ですよね。こういう風になりたいんだ、こういう風なことをしたいんだっていうね。別にそれがね、冒頭でも言いましたけども、なかったらダメなのかって言ったらそういうことではないんだけども、やっぱりその飽くなく追求というのがね、それがその若さの秘訣というか、元気の源っていうのがね、その色気を出してくれるね、そのフェロモンが出るその力になるんじゃないのかな、なんていうのはね、その時も改めて思いましたし、そして今日のね、その今日からデビューするんだっていうお客様のその行動力もそうなんですけどね、改めてね、実感させていただいた今日一日だったな、なんていうのを思いますよね。だからまあ本当ね、まあいろんな方がね、この動画ね、見ていただいてると思いますけども、そのやっぱりね、まだまだこうしたいんだっていうね、お気持ちっていうのがすごくね、素敵だと思いますからね。まあこれからもうね、今5月に入ったとこですけども、これからどん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 動きやすい季節になってきます。まあ暑くなってきますけどね、もうお店なんかもクーラーもフル稼働してますけども、動きやすい季節になってきますので、どんどん外に出ていただいてね、過ごしていただければいいんじゃないのかなと思いますよね。そしてその中でね、お時間がある方はね、ぜひお店の方に来て、今回のアメジストドームもそうですし、お店の方にはフェナカイトもすごい数があります、レムリアンもすごい数がありますからね、いろんな珍しい石が店内にはたくさんありますから、そのいろいろね、行動される中でお時間ができた時にはね、ぜひお店の方に足を運んでいただいて、ゆっくりじっくりまったりとね、お店
店の中で時間を過ごしていただいてね、気に入った石があればね、お持ち帰りいただいて、そして家の中の空間をね、整えていただければと思います。ほんとちっちゃな石でもたくさん集めることによって、家の中のエネルギーっていうのはどんどん変わっていきます。一個じゃダメですよ。ちっちゃいの一個ポンと置いても、はっきり言いますけども何にも変わらないと思います。まあ見た目はね、可愛らしいねとかっていうことだと思うんですけども、お安いのでいいじゃないですか。ちっちゃいのでもたくさんね、集めていただくと家の中の気はどんどん変わります。もちろんこういう大きな石を置くとね、もうワープというか、もうね、一気に家の中の気が変わっていきますけども、こういう石でもボンと1個置くだけじゃなくて、2個3個4個と置いていただくね、ちっちゃい石はたくさん置いていただくとすると家の中の気が変わる。そして家の中の気が変わると、そこの中で育つじゃないですよね、その中で過ごす私たちのエネルギーバランスもどんどん整います。でエネルギーバランスが整うと事象がどんどん変わっていくでしょ。出会う人も変わるし、起きてくる事象も変わるしっていうことで、本当いいことずくめですよね。うん、でまあそうですよね、もう長くなっちゃうとこの辺にしましょうね。はい、ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。そしてこの動画のチャンネル登録がまだお済みじゃない方もね、今年はチャンネル登録を増やしましょうということでね、頑張って言ってます。一応ね、頑張ってるつもりですから、チャンネル登録をこの際していただければ大変嬉しく思います。ということと、何かコメントなりメッセージがあればどんどん送っていただければいいし、この動画がいいなと思ったら方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。でまた DIY の動画もね、再開してあげていこうと思ってますから、楽しみにしてください。ということで今日は終わりにしたいと思います。まあ、それでは次回の動画でお会いしましょう。